今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。結構1週間長延長していただきました、ね、いえ、こちらこそありがとうございます。どう、あの1ヶ月オープンしてみて。そうだななんか自分の準備不足を感じつつ、空間とあと展示が入ってることによって、そのギャラリーカフェですっていう感じで逃げたりとかして、でまあそういった意味ではその空間とか展示物に助けられたなっていうのはすごく感じてますね。結構なんかそのなんだろう、あのコーヒーとかももちろん美味しかったって言って帰ってくれる人もいて、でなんかあのそういう人ももちろん多いんだけど、やっぱりこう、あってほらね、ここに小屋あるんだよとか言って人を連れてきてくれたりとかっていうのもあったりとかするし、あとなんだろうな、山田兄さんとの展示物がすごく一体化してたから、あの本当にこ、そういう空間みたく見えて、で逆にあのこれは作品なんですよって言うと、あーって言って改めて見たりとかする部分では、すごく空間と馴染んでる部分と、あとここにあるものは本当に展示物っていう、あの演出ができたのかなというふうにちょっと思いましたね。だからそうすると、ああそうなんだって言って改めてまた上を見たりとか、して、なんかなんだろう、じゃあ展示が終わるとこの鳥さんたちはいなくなるのみたいな、それぐらいこう多分馴染んでたんだなみたいな、っていうのとか、あとなんだろう、本当前も言ったんだけど、その大人が見るところと子供の見るところが違って、その同じぐらいの子供がいるっていうのか、あの子供とかがやっぱりすごくこう目線にある作品にすごく興味を持ってたなっていう感じで、なんか大人とかだとこことかにあるやつを意外とこうさりげなくいすぎて気がつかなくって帰る時に、あ、いたのかみたいないうのがあるんだけど、なんか子供が遊びに来ると、あれ誰？あれ誰？とか言って、あれは誰？とか言って言ってるから、やっぱりこう見えてる層が違うんだなっていう感じで、そういうのもちょっと面白かった、感じですね。結構子供のお客さんっていうか、まあ子連れの人も来たの。そこまでやっぱりなんかそのちょっとためらってて、ベビーカーでも入れますよって言って促したりとか、一回入ったことがあって、でここ入れるみたいよって言って来てくれる人はいるんだけど、なんか子連れの人はやっぱりちょっと自分で控えちゃってるかなっていう気がして、なんとなく通って見てるんだけど、そうそうそう、この中だと子供を連れて入るのかなみたいな、まあだからそこまで多くはなかったけどっていう、だから一応その展覧会、次の展覧会は絵本のやつなので子供と一緒にぜひいらしてくださいねみたいな形で声をかけたりとか、ただその辺が結構ベビーカーとかで通ってる人とかも多いから、割とその子供連れの層もいるかなっていうのがちょっと思います。まあまあね、30代ぐらいの人ってあの、ベビー連れ、ベビー連れっていうか行くとこってな、限られてくる、ね、あ、そうそう、あとなんか、なんだろう、まだ若いから感覚的にはこうカフェとかにも行きたいんだけど、この街にはなくって、でドトールとかだとやっぱり結構客席感が狭いから入れない、で、あと別に普通のカフェじゃなくて喫茶店だったり、その人なんかが見つけると本当にこう喜んで来てくれて、そのなんかママ友同士で情報交換して、あ、こんなとこあるんだねとか言って、それで結構楽しんでくれてるなっていうのは、あったりとかしました。今後の展開はどんな感じで今後の展開は、今後の展開、あの本当は次絵本の原画展になっちゃって、平面平面だったのがちょっと自分の中ではすごく納得いってなくて、あの絵だけの展示じゃない空間にしたいから、本当は全くもう逆のもの、布作家とか映像とか、もう本当にもう超立体、まあ、彫刻だとちょっと省いたりとかするのもあるから、もう本当に全然別物の展示を入れたくって、いやここはそのギャラリーって言っても絵だけじゃないんだなとか、もう少しいろんなことをやるんだなって
なんかいう印象をちょっと最初に持たせたかったんだけど、まあ、たまたまこう絵と絵になってしまったから、ちょっとそこが、うん、悔しいなっていう、とこなんだけど、なんだろう、意外と周りに作家さんとかも多かったりとかするから、本当にその作家同士とかがそういうコミュニケーションを取れるような、まあ、場になっていけばいいかなっていうような、で、なんかこの結構やってたりとかすると、次はワークショップをやるんですよ。あ、そう、入れるんだけど。何のワークショップやるの？ね、この ああ、それか。次の展覧会は、星というか、オーロラを作る話のやつがあるから、なんか、そのオーロラワークショップみたいなのをやって、で、これを作るんですね、これをちょっと。これすごく簡単な作り方なんですけど、ね、俺でもできそうかな。そうそうそう、北欧の方のもので。お、あ、北欧があれ、北欧かな、うん、なんかその冬の短い太陽の光をなんか楽しむみたいな形で、こういったものを作って窓にこうやって貼ると幾何学模様できる。面白いね、うん、なのでこれを簡単に作れるから、その親と子供でなんかそのワークショップ参加して、でそれを例えばモービルにするとか、なんかそういったちょっとワークショップを兼ねたものをやろうかなと思っていて、なんかネイティブアメリカンのものかなと思ったら北欧なんだね。うん、北欧の方だった確か。でなんかそのたくさん作ったやつとかをイルミネーションみたいのをちょっと入れたりとかして、最後バーってここにやって、いいですね、そのオーロラ狩りみたいなイベントもしようかなみたいな。あ、その中にライトも入れられるんだ。なんかこううまくこう仕込むというか、なんかこう飾り付けの時になんかこうなんだろう、ちょっと小細工するかなんかして、もうここが星空みたいな、もう他の電気を全部消して、でこれがもうピカピカってこういうのが光って、あ、あそこにも星が、あそこにも星がみたいな感じにして、それでその展示が終わった後か、そのオーロライベントを別に持ってきて、まあみんなでその、オーロラを狩るみたいなことをしたいなとか思ってて。それはワークショップ参加者？あ、ワークショップはワークショップでやって、その星狩りイベントは普通にイベントとして、そういう一日そういったものをやろうかなと思って。なるほど。いますね。なのでなんか結構そういうイベントごとを持ってきたりとか、それもなんだろう、こうな流れていく感じ。展示があって、展示が終わった後に、その展示のこう装飾してたものが一部残って。でそれが次のイベントにつながるみたいな感じのものをちょっと今回はやろうかなと、そうそう思っているので、次の展示はそういうような企画で。やっぱここの空間が結構メインに使って、メインというか、メインかな、まあ、見せ場のあれだよね。そうだから次のやつとかも、その展示の邪魔にならない程度に、これと同じような形なんだけど、薄いので作った星を天の川みたく、一番上にもう本当に針上にこう流そうと思ってて、でこう見上げた時に本当にこう、あ、天の川だみたいな、そういうことをしたい。いいね。なんかこう本当に室内なんだけど、なんか外みたいな開放感があったりとか、なんかそれをさらにもっと幻想的な感じにしたりとか、なんかそういうようなちょっと、それあれ、七夕にかけて、本当は七夕かけたかったんだけど、七夕から時期がずれちゃうんだけど、でもほら仙台の七夕だから、そうだからなんかそういう、まあ少しそれにかけつつ、夏のイベント的っていう風にすればいいのかな。そうだね、なんかクリスマスほぼはないよね。そうだね。だから、まあ、やるようになったらクリスマスでも。そうそうそう。だからなんか今考えてるのは、夏のオーロラ狩りと冬は例えばこれを白でやったら今度雪の結晶みたいになるから、なんか同じようなイベントを冬にまた第2弾として持ってくるとか、なんかそういう定期的ななんかこうちょっとイベント
っていうのもちょっと入れたいなっていう。なるほど、うん、野望がいっぱいな感じ。まあでもワークショップとかね、うん、どんどんやっていくとなんか、うん、そう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 、だからなんかなんだろう、うん、あれはなんか映画の上映会じゃないけど映像の上映会とかこうなんかここら辺の空間使って、ああそうそう、それもやりたくって、うん、なんだろう、映像系の人にちょっとそれも声をかけてて、ここに、なんかそういうのもありだと思うし、だから映像系のイベントもそうだし、それこそ小屋の中、うん、なんか例えば写真みたいなとか、写真の展覧会とか映像を含めた展覧会の時に小屋の窓から覗くみたいな、うん、なんかそういうような小屋の中で上映して、うん、それをあそこのカエルの窓のところから覗く、こうなんとなく覗き見してるような見せ方のものとか、うん、なんかそういったのを映像とか、うん、なんだろう、写真とかでやったりとか、うんうん、とかここにスクリーンやって、それこそ映像なんかのイベントもやっていきたいなっていう感じなので、それはうん、そうだな、まあ単発になるのか、あんまり展示っていう感じにはならないから、うん、そういったイベント的な感じで、うんうん、そうか、そう、野望がいっぱいな。じゃあちょっと最後に、はい、今回の展示はどんな感じで、はい、今回の展示はどんな感じというか、うん、感想というか、感想は、まあ、ちょっとさっきと重複になっちゃうかもしれないけど、ああそうだな、まあ初っ端なということで、まずはやっぱりそのこの空間を最大限に活かせるように、ただのその壁面だけの展示で終わらせたくなかったから、その、まあ、ギャラリー F とかでやったこともあったから、うん、その山田兄さんが慣れてるだろうし、すごい想像もつきやすかったし、そうだね、うんうん、まあね、違うけど何かしらの共通点があったというか、多分それは何だろう、手作り的なとこだろうね、うんなんかみんなの思いが詰まってるっていうのがすごいなんか一緒な、うんうんうん、ベクトルを感じて、うんうんうん、そうだね、そうだから、なんだろう、割と想像してた感じなのと、あまり違わずにできたのと、あとこれは私の意見というよりは、作ってくれた大工さんがハウスがメインになりたくないって言ってて、そうで入ってくると結局何にもないから、ハウスハウスってなっちゃうのが嫌だって、ハウスなんかはっきり言って全然目立たなくていいんだぐらいなことを言って目立つんだけど目立たなくていいんだって言ってて、それでだからもうすごいやっぱ展示が入って、その特にその空間もこう本当にその どこまでが展示物でどれが作品かって分からないぐらいになってたし、でそれにもう大工さんとか、大工さんっていうかそれすごい喜んでて、あ本当はよかった、うん、なんかいやー全然いいねいいねとか言ってて、で結局そのこの目が上いくっていうのもただスポンって抜けてるのも気持ちいいんだけど、やっぱりその鳥が誘導してくれて目線がこう上に行って高さが出たりとか、そうだね、うん、でそういなんかなんだろう、そのとかがやっぱりすごく良かったりとかしたので、あとなんだろうな、なんかその山田兄さんの作品は平面、なんかブログでもちょっと書いて、その展覧会のやつを紹介するときに書いてたんだけど、うん、その平面、絵って平面だけじゃないよみたいな見せ方ができたのが、うん、結局フィルムになることによっていろんな角度から見えたりとか、ね、裏からも表からも見えて、うん、多分普通に絵だとこういう向きでしか見ないものを、そうじゃない見せ方ができてるっていうのが、そういう違った、なんかなんだろう、絵って別に平面じゃないんだよみたいな、
なんか結構そういう感じで、できてるっていうのもすごく良かったなというふうに。そうだね、やっぱりなんかな、フレームに入れること前提にものを作ってるとやっぱりあれだよね、あの単一的になっちゃうというか、まあそれで、まあ、売っていこうとかさ、そうしなきゃならない分もあるけど、やっぱりある程度自分のねやりたいこととか伝えたいことを多分空間的な解釈で捉えてた方が強いし、なんかな、まあなんていうのかな、その方がより自分の実現したい方に近づいていけるじゃないのかなとは。でもなんかすごいそのイラストレーターっていう子もなんかやっぱりこう、あ、こんな方法あったんだみたいな、だから紙にこう書きなさいみたいな固い頭がやっぱ結構あったりとかして、そうじゃなく自由素材っていうかその、なんだろうね、書くそのビニールに書いてるとか、その OHP シートを使ってるとか、もうすごくそういうのが柔軟っていうか、もういろんなものに変えていて、それがやっぱ普通の土壌、紙に書いたらもしかしたら普通の別になんてことない隅田川が、あのフィルムになることによって全然違った見え方するとか、なんかそういったのが、なんだろう、ちょっと新しく見えるっていうか、全然違く見えるところが面白い。まあね、やってる以上はいつか発表しなきゃならないってことがあるから、ある程度やっていく制作のプロセスに入る前にもう空間的に捉えて進めてった方がいいなってのをここ数年感じてた。まあ、あとでその方が楽だし、ね、だからなんだろう、それがすごく今回の展覧会は第一弾としてはやっぱりオープンを飾るにふさわしかったなっていう感じが、してます、はい、それはよかった。あとなんだろう、今こう空調が入ってて、それでこう扇風機とかも回ってるから、なんかこう作品がこうくるくる回ったりとかするんだけど、かえってそれがなんか動きがあって面白かったりとか、ものとかもその固定されてるものと、そうではなくてなんかこの中でなんかこう動きがあるっていうか、そういうのが面白いなっていう、ちょっとありましたね。結構ね、お客さんの動きでもね、変わるし、そうそう、でだからなんだろう、ずっとあそこであの子くるくる回ってるとか、あそこで飛んでる子とかも、なんだろう、裏側の絵と表の絵が全然こう雰囲気が違うから、あんまり、なんだろう、あんまり絵とかを見ない人とかだと、裏側のやつは結構顔みたいのがこう描かれてて、なんかちょっと、あ、怖いみたいな、そういう印象を受けるっぽいんだけど、なんだけど、こっち向くとすごく、なんかもうほやほやほやって寝てる子で、あ、なんかこっちこんな可愛い作品なんだとか、そういったのがやっぱりこう、くるくるって回ると、あれみたいな、あ、こういう作品だったのみたいな感じだったりとか、なんかそういう座ってる自分が動くわけじゃなくても、そういう見えるところが違って、なんかこう、ね、一点を見てるんだけど、楽しめるみたいな、そういうのがあったりとか、まあ、やっぱ一回一回やるごとにやる方も勉強になるんで、まあまたいい経験だったなと思ってまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか新作で次はそうだね、そう、なんか今回はその急なこともあったから、なんかこういうイメージの展覧会とかをやりたいみたいなのを私の方が結構言って作って
作り上げていってもらった部分とかも結構多かったりとかしたから、今度逆にここを見てのイメージが膨らんで、ね、うんうん、っていうので次回展覧会をやっていただけると、うん、あの楽しみが、うん、はい、持ち越せますって感じです。じゃあ、1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。